自分の中で何かこうここで終わりとかいうのはないから、うん、あのまあ日本列島細長いから、うん、まあ北行ったり南行ったりしながら、うんうん、あの自分で少しずつだから地図を描いてるみたいな感じのイメージの9年間、うんそのうんうん、もちろんだから縄文から縄文への旅だけど、あの間でやっぱり現代生きてるから、まあ、いつもこうあの現代のことも考えるし、で縄文のことも考えるし、そこをどうつないでいけばいいかなって。そうですね、うん、僕はすごいいつも縄文のこと不思議と思ってたが、うんまあ、日本全国あちこち旅に行ったりとかするけど、うん、まあ多分縄文初めて知った時多分20年以上の前ぐらいかな、うんうん、でそこからまあ言葉が覚えてて、うん、旅あちこちに行くと、うんなんかいつもここ住んだらいいなとかここすごい気持ちいい場所だなと、うん、あの行くとやっぱ縄文の住んでた場所だったっていう、うん、あの分かってきて、うん、この人たちの場所を選びがすごい最高だなと思ってて、うんまあ、そこからこんな偶然じゃないだなとこんないいところばっかりで選べるから、うん、いつもどっか行こうとか、今度何か取材するとか、うんまあうん、縄文が行ったかどうか結構調べるようにして、うん、結構外れないように、まあこの辺行ったら多分、うん、あのいいことあるんじゃないかなと、うん、気づくようにしてて、うんまあ所有するものないってことは、ほとんどのものは自然の方に置いてある、うん、例えば木の実は森に行って取りに行く、必要なものだけを取ってくる、ね、で、ね、動物たちもやっぱり命を、ね、人が生きていくために命を取らなきゃいけないけど、でもそれも限られた自分たちが本当に今必要としているものだけを、その量だけを持ってくる、うん、だからすごく彼はバランスをすごい多分取っていた、ねうん、で、そういうものを見たときに、あ狩猟採集そして漁労というこのシステムはすごい僕たちが今何かこうなんか次の世代にこうつないでいこうと思うときにこれは忘れてはいけない一つの知恵がここには1かも1万年の分あるでこれをもちろんその博物館に行ったりその考古学者の話とか本読んだりでも縄文のことは分かるけど、うん、あのもっと小さなエピソードも、うん、もう1万年だから多分その地方を歩いたら見えてくるんじゃないかと思って、うん、であの縄文をのあの人たちが、まあ、いたところとか使ってた川だとか、まあ、それをあのもう本当に個人的に歩いてみようと思って、うん、秋田から、うん、一番初めは秋田から歩き始めて、うん、ちょうど連載を始めたのが2012年で、うんペッパースカイの37号というあのノルウェーを特集した時のこの号であの1回目の連載を書かせてもらって、うん、で自分で一人で歩いていたけどあのこれをあのなんかその今の若い人たちにあのそういうその縄文人たちがいた場所は実はすごい僕たちの生活から近いところにあるからだからそれを感じてほしいと思ってあの博物館とかではなくて、うん、もう一人のおばあちゃんの畑に落ちている土器の話、うん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 、土の中にもう土器と共に野菜が育ってるっていう、そういうだからもうだから5000年とか前の人たちが生きてたその土をそのまま、まあ、使ってる、ね、使ってるそういうのも見えてきて、あ本当に手を伸ばせば縄文にはたどり着けるんだってことも分かったし、うん、そんな近くにあるのとか、うん、え縄文ってそんなあの東北だったらその暮らしの中に今その上に僕たちは立ってるの、うん、っていうことをもう一回確認するためのスタート、うん、30年間前に、うん、その雪深い中でその穴にボンと落っこちて、うん、で上がってこれないからどうしたんだって言ってまたぎの人が駆けつけたらすごい深いところに落ちてて、うん、あの2メーターぐらいのでそこに降りていったら洞窟がドンってあって、うんでそれで発見されて、うんなんかそのまあ、多分地形が崩れて、うん、あの縄文人が使った後、うん、入り口がこう地形で崩れてしまって、うん、そこ閉じてしまったでそこにあのでもちっちゃな穴が開いてるのを発見して入っていったら縄文人たちが食べた魚の骨が落ちてるとか、うん、あの人骨も見つかったりして、うん、でそこは縄文人たちがいた場所だっていうのが空間として、うんうんそのうん、あっただから、うん、そこにルーカスその話を僕は聞いてたからああじゃあルーカス誘って1回、うん、縄文人がいた場所に入ってみようっていう感じで、うん、連載のこの2回目の時に、うん、あのみんなでその辺、うん、の洞窟に入ってってで何かこうその時に
縄文人の家を訪ねたようなっていうか、うん、ね、うん、なんかそんな感じだったよね。そうだね、うん、なんか縄文の場所に行くと大体まあ復元して家がね、うん、できたりとかするけど、うん、はい、うん、あそこすごく面白いが、もうあの物件見に行った感じだったね。あの縄文本当入った瞬間にもう、うん、もう先週引っ越したぐらいな感覚、ね、うん、なんかキッチンがそれのり、あ、ここ料理した場所じゃないかなみたいな、うん、確か僕寝るならこの部屋がいいとか、そうそう、こっちがいいなとか、うん、もう、うん、あ、ちょうどこれ多分8人ぐらいが、ね、うん、寝れるじゃないかとか、うんうん、なんかすごくそういう、まあ、自分の想像が、うん、あの簡単でこう、うん、イメージができて、うん、あの、うん、自分たち乗りのタイムトリップがそこで、うん、本当縄文がギュッと近くなってた感じだなって、うん、で確かルーカスも言ってたけど、僕もこの中で書いたけど、その、あの外はすごい寒いのに中に入ったら温度がちょうどよくて、ね、ちょうどいい20度ぐらいだったかな、ね、あの温度がすごく安定してて、ね、だから縄文人たちは多分そういうことも知ってて、あのこの洞窟の中にあの、ね、 うん、生活をしてた、ね、うん、ね、なんかもともと連載も多分始まった時も話してて、うん、まあ、そういうのよく博物館とかよくケースの中に縄文が作った動きとかよく見たりとかね、うん、理解してたけど、それがなかなか、なんだろう、そこの人のライフスタイルが、ね、うん、あの見えてこない、見えてこないんだ、ね、うんうん、それをすごく、まあ、実際これを使った人の実際の場所に行って、うんうん、そこのストーリーが出てくると、うんうん、まあ、あのその人たちのライフスタイルが出てきて、うん、まあ、さっき話したように、うん、現代のヒントもいっぱい、この縄文化で1万枚の文化が、うん、まあ、またこれから話すと思うけど、うんうん、いかに日本にできた問題だなという、うん、縄文の鍵だなという日本があるだなとすごく思って、うん、まあ、その縄文のリアルの場所に行って、なんかあの一つは越えたかった壁みたいなのがあって、うん、そのずっとその学校でも習ってきた時も縄文時代、うん、で縄文人っていうその大きなグループだとか、そのまとめて呼ぶじゃない、うん、だけど大事なのはその何かこう人と人の関係もそうだけど、そのすごく個人的な関係だとか、うんうん、誰かという一人の人が見えてきた時にすごくなんかつながりを感じたり、うん、学べるものがあったり、自分に置き換えて考えれるようになる、うんうん、だからあの誰かを感じたいっていうのはずっとあって、うん、でもさっきのその洞窟も一つのファミリーを感じたじゃない、うんうん、と同じように今縄文歩きをこう全国でやってる中で、なんかようやく8年7年8年目ぐらいに、なんか一人の人だとか女の人とか、うんうん、あ、一人の子少年かもとかっていうのを土器を見てても感じるようになれたっていうのは、その全国をずっと歩くようになって7年8年経った時にやっとそういう感じ、連載の中でも一度あのその震災のことについて何か僕この縄文歩きであの僕の考えを一つ取り上げたいと思って、あの大船渡って言って、これ岩手の大船渡であの書いた連載の7回目の時にこれ書いたのは、ちょうどあの20軒ぐらいのお家が津波で流されて、まあその、あの家を失った人たちがいて、でその僕も縄文歩いてたから縄文人たちのいた場所は助かったんじゃないかなと直感的に思って、ですぐにアシスタントにこうあの縄文人がいたところの遺跡はどうなってるのっていうのを東北のすぐ調べたのね。でも家を流された人たちがいる悲しみもある中で、この人たちは次どこに住めばいいんだろうって思った時に、ちょうどこう県がいろいろその場所を見つける中で、みんなこう高台移住ってちょっと高いところに住みましょうみたいなのをいろんな県が始めて、で僕はその時にピンときて、あのもしかするとその家を失った人たちが次に住む場所は縄文人がいた村の場所に戻るんじゃないかと思ったのね。で実際にその岩手のこの大船渡の峯岸遺跡っていうところはずっと林の中でも人が使ってなくて、もう本当に忘れされたように静かな林だった場所、でもそこが高台だから
20軒のお家で亡くなった人たちがその木を伐採してこの高台に移るよっていう話がちょうど岩手県がやってて、よくはその移住先で縄文遺跡が出るところは絶対あるから何か所か探そうって県の人たちにお願いして探してもらったら3、4箇所見つかって、その震災があって家を失った人たちが戻ろうとしたところに遺跡が出て津波の跡がないんだとしたら、もうそこは絶対に安全な場所、絶対っていうかまあかなり安全な可能性高い、でそれで遺跡の発掘しているところにお邪魔してもらいながら一つのこの連載を書いて、今話したようなもしかするとこれはヒントかもしれない、これは縄文人たちの村に、その震災があったことでよって僕たちはもう一回その大事なことに気がついた、そういうこともこの連載で取り上げていくっていうようなことが、やっぱりその震災に対してどう考えるか、人間と自然はどう向き合ったらいいかっていう、みんながすごく戸惑いを持ってたから、小さな声かもしれないけどこの雑誌の中でそういうふうに伝えてみよう、ただ縄文が素晴らしいようじゃなくて、それもあるんだけど縄文人たちのいた場所ってどうやらすごく安全なところにいたらしいよってことが見えてくる、道具のルーツをたどっていけば、縄文人が、と旧石器人、そのあたりの時代にぐっとこうもうデザインも完成してる、もう機能も完成してる、そう思うとなんか大事なものの基礎はいつも縄文的なところになんか帰っていくみたいなところがあるかもしれない、流用石っていうその天然ガラス、そのマグマが冷却空気に触れて固まったその天然ガラスの黒曜石もそうだし、翡翠ももちろんそうだし、あと土器でもその浅いお皿とか深いものとか大付きのものとか、それが地方によっていろいろ違うものが、なんか自分たちのエリアじゃないところでその土器が出たりするということが、地域の違うものがあるところで見つかるとかっていうことを考えると、誰かが持っていったか交換をしたか、もしくは何か人が移動して移り住んだか、でもそういうのがその土器一つでもストーリーとして見えてくる、でそれは博物館とかでも少しはそういうストーリーを書いたりもしてるけど、まだまだやっぱりそこは伝えきれてないから、僕がそういう縄文サイトをいろいろ行ったりしながら、時には博物館の中の収蔵庫の中に入って、眠っている時にこう声をかけるというか、起こして、で、どんなストーリーがあるのっていう、そういうその眠っているものをやっぱりもうちょっと出していかないと、なんか日本が見えてこない、小さなコミュニティが見えてこない、それはまだまだだからヒントが、日本中 の, その眠っている縄文があるから、それを起こしに行かないとっていうイメージもある。でも今回の展示もその、諏訪さんが撮った素敵な写真がいっぱい並んで、そこから感じ取れるものと、今回のペーパースカイの本もいっぱい会場に置いて、一個それを呼び上げるとそのストーリーが本当に出てきて、そうですね、結構ゆっくりにしてもらって読めたらいいね。何か